始まりました。おはようございます、こんにちは、こんばんは。シバケンポンとアヨボエノです。よろしくお願いします。そしてチビ、チビかな。まあ久しぶりの動画ということでね、3年半ぐらいやってなかった。サボってたわけじゃない、違う違う、まあ、ちょっと引っ越しとかバタバタしてて、ちょっとあげれなかった。だけどね、1年半ぐらい前からショートの方は上げさせてもらってて、まあ、これから普通の動画はぼちぼち頑張っていこうかなと思っております。これからもよろしくお願いします。はい、久しぶりの第1本目は10月ということでね、ハロウィンの動画を撮ろうと思っております。聞いてますか？ちょっと衣装がいろいろありすぎてどれにしようか悩んでる。まあ、ポンとチビなんでも似合うねんけどな。今日はだからちょっといろいろ試着してもらいたいと思います。聞ける？めっちゃカメラサービスええやん。まあじゃあ早速着替えていこう。レッツゴー。はい、第1着目は魔女とカボチャの服でございます。この魔女はね、結構前から持ってたやつかな。で、チビのカボチャの服は最近3コインズで購入させていただきました。可愛いんだよね。ちょっと2人ともくるりんしてみて。お、コンさん素敵な回転でしたね。くるりん、おお、いいんじゃない。ちょっとね、もこもこっとした感じがかぼちゃのシルエットとなっております。次行ってみよう。はい、2着目はチャッキー風な衣装と警察官の衣装となります。ちょっと可愛いんだけど似合ってんじゃん。ね、あんまり好きじゃない。可愛いのが良かった。怖いよ怖いよ。何が来たぞ。あら、チビポリスさん、どうしたんですか？え、最近不審者が出るんです。そこら辺に最近出たと。ちょっと気をつけます。ありがとうございます。ご苦労様です。え、なんかいる。何がいる。怖いよ。あなたが言ってた怪しい人、怖いよ。ん？あ、ポンさんじゃん。え？あら、ポンじゃん。はい、3着目はメイドさん。かわいいね。似合ってる。一気に女の子らしさが増しましたね。ちょっとこっち向いて。あら、かわいい。仕事してもらおうかな。じゃあ今日も仕事お疲れ様です。腹減りましたね。なんか頼みましょうか。ちょっとそこのメイドさん、なんか頼めますか？なんか持ってきてください。行ってきて。お、来た。なんか持ってる。あ、持ってきてくれましたか、注文の品。これは犬用のおやつじゃないですか。これ社長とメイドさんしか食べれないですよ。分かってて持ってきた。食べますか？私のない。はい、お次は魔法使い。ちょっとハリーポッター風な衣装ですね。メガネが似合っております。メガネ美女ちょっとずれてるよ。魔法使える？本当かな。ポンさん魔法使えないじゃん。使えんの、見せてもらおうじゃない。じゃあ魔法を見せてください。どうぞ。お、なんかなんだ。
てんだ。あ、お雪が出てくるのね。なるほどね。衣装はマリオとルイージの衣装になります。うん、去年ねクロモジャママさんに作ってもらったんだよね。久しぶりじゃん。似合ってるね。なんか今にも飛べそうだわ。ということでハロウィンの衣装でした。以上ハロウィンの衣装紹介でした。全部可愛かった。当日楽しみだね。どれにするか悩むわ。終わろうか。この動画がいいなと思ったらグッドボタンを、さらにいいなと思ったらチャンネル登録お願いします。ではではバイバーイ。